どうもチャンネルでーす。英雄伝説シリーズで、今までねずーっと遊んできたんですけども、今やっているのはナユタの奇跡というものです。ずっとやってきたのはね、あの空の奇跡シリーズ、そしてゼロの奇跡、青の奇跡と続けてやってきたんですけども、まあ、ここに来てね、ようやく、PSP 最後の英雄伝説シリーズになってるんですよ。で、前情報としてはね、私もあのアクションゲームだっていうのは知っておりました。でナユタの奇跡を始めてね、まあ、すぐ感じたのは、まあ、アクション性はそれなりに、誰でも楽しめるぐらいの操作性で、操作はしやすいんですよ。でこれがね、今ずっと続けていてね、4章まで入ってきて、今4章の終わり、4章の終わりぐらいまで来たのかな。で、まあ、ちょうど中間くらいなんじゃないかな、時間的にはね。12、3時間ぐらいやってます。でそのぐらいやってて初めてね分かったのは、私ゲームをノーマルではなくイージーでやっております。アクションゲーム私多分ノーマルでやったらクリアできないと思うんですよ。だけどイージーでやっていても結構厳しいなという感じで、あれノーマルだったら多分ね、本腰を入れてもギリッギリなんとかっていう、ほんとそんな感じでね、多分ゲーム進めていかなきゃいけなくて、時間的にも多分ねまだまだかかっていたんじゃないかなという感じです。あれがねハードでやったら多分私も絶対クリアできないと思います。一応はイージーでも私はアクションギリギリなんです、それでもギリギリなんですけど、まあなんとか倒せね、さボスなんかはなんとか倒せるといった、そういったレベルのね調整されていまして、意外に面白いんですよ。アクションとしても見てもね、アクションとして見ても面白いし、シナリオとしても、まあ、なかなかそれなりにできてんじゃないかなという気はします。ただちょっとやっぱりね、今までの英雄伝説シリーズとはもう完全にかけ離れています。世界観的には多分ね違うじゃないかなと思うんですよ。ただその世界観が違うと言ってもゲームの内容はねやっぱり面白いです。ほわっとしたような、イメージの世界観なんですけど、ただアクションがやっぱ強いので、ゲームの内容はどっちかといえばストーリー的なもので、英雄伝説シリーズにあったね、依頼とかね仕事とかそういったものもねあるんですよ、システム的には。だからそのシステム、ゲームの、ね、内容シナリオをこうクリアしてって、その合間合間にサブシナリオ的なものでね、依頼をこなしてって、まあ、それで依頼料というかね、アイテムとかそういうのをもらっていくというゲームになってるのかな。まあ、ただそれをしなくても別にクリアはできるので、まあ、サブシナリオを楽しめるので、まあ、それでね面白いということでね。でゲーム自体はね、ほんとまだ多分半分ぐらいだと思うんですよ。私アクション苦手なんで、攻略サイトをちょろっと見ながら、詰まったら見てというような感じでねやってるんですけども、まあ一回ねどうしても倒せないボスがいたので、その攻略をちょっと見させてもらいました。そうしてようやくそれでもなんとかギリギリ倒せたかなっていう感じなんですけど、アクションがね別に得意だったら、まあ、多分普通にノーマルぐらいでもね私と同じぐらいで、クリアできると思うんですよ。ギリギリなんとかなりそうだなっていうね。だけど私の場合は本当にねイージーで今の状態なので、まあ、これがねハードに上げてしまうと多分クリアできないんじゃないかなと、思います。で攻略サイトをちょっとだけ見たら、1周目そして2周目じゃないと出てこないクエストなんかもあるみたいなんですよ。まあ、だけど私の場合は2周目をクリアするまでの余力はあるかどうかっていうと多分ないと思いますので、1周でねシナリオを楽しんで終わりかなと思うんですけども、まあ、ただアクションとしてはまあイース、私イースシリーズも遊んでいますのであれなんですけども、イースと比べてもちょっと、どっちかっていうと
初心者向けかなと、まあ、それでも私ギリギリなんでね、イース遊べるかどうかね、イース8これからやろうと思うんですけども、まあ、それが遊べるかどうかまだ分かんないぐらいですね。もしかしたらレベルはね、またイージーでやってギリギリなんとか倒せるぐらいのレベル設定で、調整されてるのかもしれないんですけども、まあでも私やっぱりアクションはね若干苦手かな。まあもちろんね、親父飯な親父さんと一緒にアクションでね遊ぶのは大好きなんですよ、面白いから。だけど私一人でこうコツコツとやってね、やっていくのも好きなんですけども、ただ、苦手というかね、イージーとかじゃないとクリアできないというね、まあそんな感じです。ファルコムのゲームね、すごい親切なんですよ。多分ノーマルでやっててクリアできないボスが出てきた時にリトライ、そしてレベルを下げて挑戦しますかっていう、確かねそんなのもあるかもしれないんだったような、そんな感じなんですよね。だからすごい親切で初心者にはすごい優しいので、まあ、これはねぜひ本当、英雄伝説シリーズがねアクションになって、まあ、ちょっと毛嫌いしてる人もいるとは思うんですけども、これはちょっとやってもいいんじゃないかなと思います。で調べてみてもね PSP のナユタの奇跡しかなかったんじゃないかな。ナユタの奇跡は PSP でしか出てないのかもしれません。なので、実際人気があるかないかで言えば多分ねシリーズが普通の RPG で来ていてアドベンチャーじゃないアクションになったということで、毛嫌いしてねそれで売れていないのかもしれないんですけども、このナユタの奇跡はね私思った以上にハマっております。で気軽に遊べてね、アクションなんだけどどこでもセーブできて、でアクション RPG ですからねどこでもセーブできて、まあ気軽に遊べるというのはね英雄伝説シリーズと同じなんでね、これがまたいいんでね、まあだからこそ続けて遊べるのかもしれません。私これがね決まったところでしかセーブができないとかね、そういう、ちょっとした足かせがあった場合はちょっとどうしようかなと悩んじゃうんですけども、これは英雄伝説はねもうどこでもセーブできますので気軽にやって、まあ、5分10分遊んでやめてもいいというそんな感じでね、結構気に入っております。だからね本当にゲームをねやることがなくなってまあのんびり遊びたいなというのであればね、まあ2周目を考えてもいいかなと思っております。もちろんその余力があればなんですけどね。はい、ということでね、英雄伝説シリーズ、これがね、ナユタの奇跡、あ、そうだ、英雄伝説シリーズっていうね、英雄伝説の名前はね、確か取れてんのかな、ナユタの奇跡だけだと思うんですよ。だからね、本当にシリーズはまた別物になっておりますが、まあ、ナユタの奇跡、なかなか面白いです。はい、ということで、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。おしまい。